榎本大助。榎本大助は、千葉県松戸市出身の実業家である。現在は、香港に在住。李世慶という通名を自称している。流通経済大学附属柏高等学校卒業。かつて存在した、大規模草の根 BBS 東京ガラクタ工房、サイガップであり、当時のハンドルネームは、李世慶であった。企業のきっかけであった、エクサモデムは、当時国内製高速モデムが高価であったため、同 BBS での予約販売形式による輸入であった。1990年、流通経済大学附属柏高校卒業。アメリカ合衆国、ウェストンワース工科大学入学とされるが、同大学の所在、入学の事実は確認されない。その後、企業を機に聴講を中止。1994年11月、吉野洋、充株式会社、榎本石油、株式会社卿たちと共に出資して、株式会社エクサを設立。役員には就任していない。事務所を東京都新宿区弁店町に置く。香港で製造させたアナログモデムの輸入販売を行い、香港に駐在。1998年12月、有限会社プロ G2 代目代表取締役に就任。2000年、同社を川口に移転させ、プロ G グループ株式会社に組織変更。2002年9月、株式会社オンザエッジへ、プロ G グループを売却し、同社取締役兼最高戦略責任者に就任。2003年6月、同社取締役退任。2004年12月、株式会社 ICF 最高戦略顧問就任。2005年、アストリックスキャピタルパートナーズ、株式会社ジェネラルパートナー就任。2005年6月、株式会社 ICF 最高戦略顧問辞任。2006年7月、ライブドア株売却益30億円の申告漏れが発覚。2006年10月、22億円でロシアのソユーズ宇宙船で日本人初となる民間での宇宙旅行を行う予定であったが、医師団による診断の結果、健康状態を理由に取りやめとなった。旅行費用の返還を求めて、スペースアドベンチャーズを提訴。後に和解。和解内容は当事者間のみの秘密となっている。2008年、ICF に絡む不透明な企業買収疑惑で8億円相当の株を得て、売却益を得ていたため関与が疑われて、捜索対象となり、秋葉原の自宅等へ家宅捜索が行われた。以降、香港に生活拠点を移し表舞台から姿を消す。2013年4月11日付と10月2日付の与沢翼のブログ、与沢翼ブログで榎本との交流が報告された。ありがとうございます。